腸が刺激されると脳の方も刺激されますので、腸内細菌ってもう指紋と一緒で一人一人も全然違うんですよね。いやいや全然違いますね。風邪をひきにくくなったというか、ひかなくなったことですね。いや届いてないです、何も。そうですね、すごい嬉しいですよね。こう質問がかなりコメントもですね多いので、まあ、なるべくですね一つ一つ時間がある限り答えるようにはしたいなというふうに思ってます。そうですね、まず1日3食しっかり食事をとるっていうのを心がけてますね。朝食、昼食、夕食ですね。昔はですね、僕朝食あんまりほとんど食べてなかったんですけど、もう今はむしろ朝食が一番たくさん食べてるんじゃないかっていうぐらいたくさん朝食をとるようにしてます。そうですね、今だと朝食が4、昼食が3で夕食が3ぐらいですかね。1日これから始まるので、やっぱどうしてもカロリーも使いますし、で朝食たくさん食べることによってですね、腸をこう刺激してもうこれから1日頑張るぞというメッセージを腸に送るっていうのも一つありますし、腸が刺激されると脳の方も刺激されますので、仕事柄まあ頭も使いますからね、頭もこうこれから1日頑張ってくれよというメッセージを送る意味でも朝食をしっかりたくさん食べるようにしてます。僕は和食が好きなので、ご飯とお味噌汁とおかずですね。おかずはタンパク質を取りたいので卵を取るようにしてます。それとあと食物繊維も取りたいので野菜も必ず取るようにしてます。そうですね、僕は和食好きなんですよね。昔はこう脂っこいやつとか好きだったんですけど、いろいろこう腸の勉強をするようになってですね、やっぱり日本人の腸にはやっぱ和食が一番合ってるなっていうのが実感できますので、もう最近はですね和食を好んで食べるようにしてますね。あ、朝でも全然大丈夫です。まあ朝食べる方が多いかなと思います。夕方食べた方がより効果が期待できるっていうだけなので、習慣的に朝食べる方はもう朝食べてても全然いいんじゃないかなと思います。今はですね、ラクエイドですね、まずラクエイドと、あと整腸剤でもう一つ酪酸菌が入った興味あり三条の整腸剤ですね、それとビタミン D を僕は取るようにしてます。そうです、3つ取ってますね。僕はいつも朝まとめて取ってます。ちょっと忘れちゃうと嫌なので、朝食を食べた後に全部こうまとめて取るようにしてます。全部1日分をまとめて飲んでも分けて飲んでも効果に差はないって言われてるので全然いいんですけど、やっぱりちょっと量が多くなっちゃうので、今日みやり三条は1日、半分ですね、5粒とか6粒にしたりとか3粒にすることもあります。量を減らしてよく飲んでます。もう続けるのが大事なので、もう量を減らしてでも毎日飲めれば僕はいいかなと思ってます。そうですね、どうしてもサプリメントで摂る乳酸菌とかビフィズス菌とかはですね、数日で腸の中からなくなってしまいますので、毎日コツコツ続けて摂るのが重要だと思います。腸内細菌ってもう指紋と一緒で、もう一人一人も全然違うんですよね。腸内細菌のこうバランスが同じ人っていうのはいないので、その人に合った整腸剤っていうのもやっぱり当然ですけど違ってきたりするので、もう今ドラッグストアとかにたくさん整腸剤売ってますから、まず試してみて、それで自分に効果があるのを見つけるっていうのがまずは大事なんじゃないかなと思いますね。整腸剤は薬じゃないのでサプリメントですから、即効性はやっぱ期待できないんですよね。1日2日で効果が出てくるわけじゃありませんから、一つの目安としてはだいたい1ヶ月ですね。1ヶ月飲んでみて、それで効果が出てくるかどうかを見たらいいんじゃないかなと思います。シンビオフェルミン S を
撮ってたんですけど、なんか聞いてるのか聞いてないのかよくわからないような感じで、まあそれでも飲まないよりマシなのかなと思ってダラダラ続けてたんですよね。で、僕もともとお腹がちょっと下痢とかしやすいタイプでしたから飲んでたんですけど、なんかどうなんだろうと思いながら飲んでたところはありますね。いやいや全然非常に僕もうロングセラーのサプリメントなので、僕はすごいリチンビオフェルミンは好きですけどね。はい、そうですね、非常に飲みやすいですからね。もう全然違いますね。まずなんていうんですかね、こう下痢ほとんどしなくなりましたね。もう普通のいわゆるバナナウンチみたいな健康的な便が毎日出るようになりましたし、一番僕がすごく嬉しかったのは風邪をひきにくくなったというか、ひかなくなったことですね。いつ風邪ひいただろうっていうぐらいずっともう健康で過ごしてますね。それがすごく良かったなと思ってますね。そうですね、特にラックエイドは乳酸菌が1兆個入ってますからね。ですから、まあ、それでこう小腸の免疫細胞のスイッチを押してくれますので、だから常に免疫力が上がってる状態ですから、病気しにくくなったっていうのはあるんじゃないかなと思います。僕はですね、タブレットの方が好きですね。人それぞれだとは思うんですけど、いい意味でこう薬っぽくないというかですね、もう手軽にパクッと取れますので、僕はタブレットタイプを今好んで取るようにしてます。まず僕寝る時間と起きる時間をもうきちっと決めてるんですけど、寝る時間はもう夜の11時には布団に入ると、で起きる時間は6時っていうふうにもう完全に決めてるので、もうそれずっと長くやってますから目覚ましなしで普通に起きれるんですけど、まあ、やっぱり僕は一番重視してるのは朝なので、朝起きて食事を何時までにとってとか、トイレに行く時間ももう6時45分で決めてるんですけど、6時45分にトイレに入って、そして7時にこう通勤に向かうというふうな流れでいつもやってますね。で帰ってきたら必ず僕がやるのは寝る前にお腹のマッサージですね。こうぐるっとこうのの字を描くマッサージを布団に入ってから必ず30秒やって、そして寝るようにしてます。まあ体に覚えさせるっていうのもあるんですけどね、この時間になったらこれをするみたいな、体も覚えてきますので、そうするとこう自然と腸部が動いてきますからね。やっぱ腸を動かすっていうのがやっぱ僕は重要だと思ってるので、体内時計ってありますので、この時間になってくると、あ、この人はトイレに行くんだなとか、あ、この人はこの時間になってくるとお腹のマッサージするんだなとか、腸が覚えますので、そうすると自然とこう動きも活発になりますからね。いやー、正直ここまでとは思わなかったですね。そうですね、3社雑誌ですね、来ましたね。なんかヤクルトの回し物みたいに思われてるんじゃないかというぐらいなんか来ましたね。いや届いてないです、何も。そうですよね、やっぱ雑誌も特集してますからね。だからやっぱまだまだこのヤクルトブームはなんか続きそうな感じがしますね。あ、いいですね。多分これでこう乳酸菌とかビフィズス菌とかにこう興味を持って売れる方が増えると非常にいいなと思いますね。